上原浩二の雑談魂、雑談魂。さて上原さん、はい、今日俺ら迷宮館入ったんやん。いや、そんなちょっとあの会に来てないでしょ。あれね、迷宮会のあの会に沖縄行った時、上原さん来てないだろうなと思って。で、俺アメリカおってんやん。いや、だからそれ半分知ってたんですけど、この日来れますかって聞かれた時に、上原さん来ると思ったから、僕行かせていただきますって言ったんですよ。ほら会議やってて、で会議の間外で待ってて、会議終わったら部屋入って、皆さんに挨拶してもらえますかって言われて、その会員の方々の了解でなんで、了解したぜ俺たちみたいな。その中挨拶して、あの本当にお邪魔しますみたいな感じなんです。これどれかと思って、でラミちゃんとかは、あの、まあ、言ったら外人なんで、おふふふふじみたいな感じなんですけど、もう大御所の方たちは、挨拶何が俺にみたいな感じ。もう僕帰ってホテルで絶対これ撮ってやろうと思って、 YouTube 撮って速攻出したろうと思って。見た見たよ。おいコージーって言って。いや、もうだってこんなことあるんかなと思ってて。あれ、ちょうど私もフロリダに着いた時でしたもんね。いや、そう、ね、それも知ってたんですよ。でもなんかツイッター見たら楽しそうにやってるけど。そう、だからこれが、雑談魂が取って出しですぐ出してなかったら、僕が反応やっても反応ないだろうと思ったら、すぐ反応があったからレスポンスが、すぐ取ってんなと思って。すぐ取りました。もう本当に大変ですよ。いや、よう喋った、あの大御所の前で。いや、そう、でもなんかね、やっぱりいろいろ大変で、でもあのスポンサーの方も、その自分と上原さんと自分が入ってきてくれて、これでまたこう野球振興につながりそうっていうので、あの喜んでくれてました。僕はもうビールついてましたけど。ありがとうございました、ありがとうございますって。なかなか。あ、ブレザーもらったの？もらいました。僕現役の時にもう数字が届きそうだったんで。あ、なんか言ってたな。僕作ってたんですよ。作ってたのよね。じゃあやっとそれが何年ぐらい経ってから袖を通した感じですか？4年ぐらい、3年です。辞めて3年なんで。でも僕あの実際作る時も、もう今だから言えますけど、入れてもらったから言いますけど、作る時も僕実はあんま入る数字追いかけてなくてっていう話をしてて、作ってもあの届かなくて辞めることが全然あるんで。あと5セーブやったんですけど、コロナ禍やったんです、その年が。で、開幕も遅れて、その間に作って6月からだったんで、体調が整わなかったらダメだから、あんまり無理して作らなくてもいいですよって、もうやめようって思ってた年やったんで、でもなんとか作っときますって、それが渡したから、向こうの人が藤川さんいらないって言ってましたけど、ちゃんと覚えてらっしゃった。でもああいうのもちゃんと達成してから作るべきじゃない？いや、達成したらその日に着せなあかんじゃないですか。あ、そっかそっか、そういうことか。だからでもあの消えない数字って乗り越えた時は楽だなと思ったんですけど、追いかけてる最後のちょっとってしんどいよな。めちゃくちゃしんどかったんですよ、それは。やっぱりでも球児はそうやって明確な数字があって、俺なんか何もないから。いや、100って。いや、でもそれが基準じゃないやん。250セーブという基準があって、はい、別に100の基準がないやん。だから俺はそういうプレッシャー一切何もなかったよ。でも寂しいですよ。何も追いかけてないんだ。乗り越えてないのにブレザー持っても街中歩いても誰にもまだ言ってもらったことないです。名曲入ったんですねとはないです。それも、そうですか。それも俺も全然ない。嘘。だってもう雑談魂へのコメント欄なんてもうね、もうあの入会かっていう報道が出た時からもうおめでとうございます。それは報道が出たからそうだけあってないよな、全然。上田さん、コメントっていうのは人として存在してるんですか？いや、確かに人がつぶやいてるはずなんですよね。SNS のつぶやくというのは人として存在してるんですか？いや、AI じゃなくてリアルな人のはずなんですよね。おかしいですね。そういう方と会ったことないです。あ、でも雑談魂なんかイベントやってましたよね。その時にリアルに来られてたんですよ、やっぱそういう。あの日本シリーズじゃないや、はい、CS か、クライマックスシリーズ第一戦。なんかああいうの羨ましいなと思って、関西でやるときは球児でも呼ぼうかって聞きましたけど、その確か。そう、でも関西って言ったら 俺らのもう雑談の中ではもう球児なんで。それを僕雑談で言ってるからまだかなと思って。ちょ、関西行ってないからまだ。それはやりましょう。じゃあもうあれですね、雑談魂関西支部代表と思ってもよろしいですか？何の支部ですか？関西支部。もうじゃあ今日任命する。じゃあ大体にスタジオ構えてて。いいですね。遠い遠い。大阪から遠い。
やっぱりその迷宮会なんでその部屋を大体大にちょっとね作ってもらって。いやーやっぱりさすがの給仕工事テンポがいいですね会話の。話が進まないですね。急に進まない、ね、もうでもいつも2人はもうこのテンポで喋ってるわけですもんね。そうだね、うん、だから大体何人かで飲んでも大体長くなりますね。最後3時4時でも座ってられるのは僕と上原さんとか喋るのが嫌いじゃないからね。ボケが上原さんでツッコミが球児さんとか。いやそういうわけどっちもあります。どっちもできるかで上原さんでもボケたがります。あ確かにそう、そうですね。ボケ誰も突っ込んでくれんかったら自分で突っ込む。おえおえあのおえってめっちゃ早いですよ。誰かが僕とおえって早い。我慢できないですね。ちょっと恥ずかしくなっちゃうんですかね。でも楽しそうです。なんか今見てても表情が、うん、うん、まあ何も背負うもんがないよ。野球も引退してるしさ。現役ってやっぱり嫌やんか。嫌でしたね、うん、でもスタッフに恵まれてるんじゃないですか正直見てて。だからまあ雑談はそうだと思う。だってこんだけリラックスして番組ができるって、うん、なかなか。いやもうタイトルが良かった。雑談っていうのがね。あ雑談だもん。もう雑談でいいんだもん。それはあれですね、選んでくださった視聴者の皆さんにも感謝しなきゃいけないですね、うん、いやいや本当それは思うね。あと上原さんの人徳ですね。やっぱり人をこう対談するときにこう呼べるっていうのが、うん、上原さんができることがすごいと思います。来てくれるのがありがたいことや。僕はすぐです。松井さんまであれだったらニューヨーク行ったから本当にすごいよ、うん、いや今日は給仕工事のスペシャル対談を、はい、お願いします。はい、はい、お届けします、うん、まあ、そこで今なんで十分やんかもうなんか改まってなんかやろうとしてるけどさ編成の方が企画がないと、うん、一応、はい、サムネが打てない、うん、サムネが打てないようわかんねえ。分かってくださってる。ほらこうやってるからこうやって制作側の意図を組んでくださる、うん、素晴らしい。組みすぎるとダメみたいです。面白いのができなくなるみたいです。え、どういうやっぱ自由にやってもらってそれを編集するから面白いみたいですよ。そうでも、まあ、ある程度ねあでもこういうのがあったらダメってことね。じゃあ、いやあの、まあ、多少なりは必要ってこと、まあ、そうですある程度のこう、うん、なんですかね、柱みたいなものあってでも、もうそこの周りをもう自由に皆さんには駆け回っていただいてていいんですよ、はい、もう自由にワンワンして、まあ、まず柱が欲しいってことね、はい、そうです上田さん柱ですからそうやな。大変ですよこの何で大変ですよ当時の柱は結構大変な時もあります。見てる限りはそんな風に全然見えないですよ本当ですか。よかったです、うん、一番いい状態でリラックスして、あこれは続くわと思って。いやそれは俺がちゃんとやってるからさ。いやみんなでね、うん、こっち行きたいって言うと上原さんこっち行きたいって言うし、こっちじゃあ そっちに行こうかってするといやこっちやわって言うしっていう。雑草だからね。そういうところあるそう自由に踏まれてもどっか生えていくから、ね、コンクリートの間からでも来ますからねそうなんですよ。で結構伸びてくんで、ね、そうなんですよ抜かないでね上行きますからね。下へ下行かないですから。上に行きます。もうあんまりひどいことしたらもうめっちゃ根元から掘り返してやりますからねもう一本できるよよしできた。本当にただの雑草トークになっちゃったじゃないですか企画なしいや迷宮会トークやん。そういや素晴らしいトークやった今の一本。今の迷宮会の皆さんの前でできますか。できないです。いやできない上原さん上原さん圧がすごい。ああのね確かにその会のこと少しだけ触れると普段僕が仲いい、うん、選手とか先輩、うん、会うじゃないですか、うん、その僕らのキャスターとかそっち系のみんなで会うんですけど、はいはい、やっぱりみんな表情違いますね、もう一つ上の世代がいるからがいて、はい、やっぱりその方たちが何も言わなくてもやっぱ気にされてますね。特にどなたの表情違いました。例えば僕の知り合い、僕の同じ鳥谷とか、まあ、やっぱり二遊間が多いんですよ。あ確かに。で宮本さんもいれば野村健次郎さんもいて、はいはい、ってなって谷繁さんもいて、うん、でやっぱみんなこうで佐々木さんもいるんですけど、強い弱いはないんですけど、確かに普段会えばもうね、面白い話っていうか、うん、雑談できるメンバーなのにってことだよね。金本さんもいるし、まあ、とにかく名前挙げれば全部入ってるっていうそこに、うん、混ぜるな危険っていうか混ざってるけどっていうこれ混ざってるよ席がっていう、うん、いや本当にすごいです、うん、だってあの例えばテレビ局とかって合わないようにしたりするのがもう混ざってる状態なんで、これじゃあ最初から最後までもう緊張しっぱなしで。そうですね、だから円卓でなんでこういう風に円卓が並んでるんですけど、まあ、後ろ側に入ってたらラッキーみたいな、誰とも合わないですけど、ね、うんうん、で僕は後ろの方だったんで良かったんですけど、前の人とか真ん中の人は大変そうでした。
そのイベントでまた球児工事一緒にいるところを見られる可能性も今後大いにあるってことですよね。いや、それはあるでしょ。球界の、うん、上の方が決めるので誰を連れていくかみたいな、うん、どういう会議、それはもうノーと言わせないの。これ、いや、これめっちゃやばいですよ。すごそう。二遊間もポジションの人多いですし、外野も多いじゃないですか、うん、だけど一ポジション一人ぐらいでベンチ一人ぐらいなんで、うん、あの封筒がこそっと渡されるんですよ。どう僕が行った時はあのその会の時にパッと渡されて、うん、これ読んどいて1月29日来られますかっていう話で、ぜひ来てもらいたくて、あ、メグガのイベントなんでぜひ行かせていただきますって受け取って、はい、いや、もらったら他の人ももらってないっていう。すごい。やっぱり皆さん行きたいっていう人もいっぱいいらっしゃって、うん、そうですよね。他にはちょっと言わないでくださいみたいな感じなの？そうですね。あの、だから俺も今回なんかな。上田さん、のんちゃんのインスタで知ったって。まだ会に参加してないですよ。そうです、参加してブレザーすらもらってない。とりあえずまず1回参加して岩瀬さんこんなんやったんですよ。あ、なんか思いというか浮かんでくるわ。三角座りしてるみたいに見えるみたいな、うん、横で谷重さんがマンちゃんわかります、この光景が。そのここで、ね、見られてるような方が見る YouTuber とか YouTube で見るような、うん、あの意味のある方たちがみんなそこにいるんで、すごいな。まあ面白いです。なんかもうまさに私たち企画の中でベストナインやってるじゃないですか、うん、そのベストスピンの皆さんがもう集結、う、感じやもん、ね、リアルに集結してるってことですもんね。いやーすごい。今日の企画は行きましょう。もう今日の企画、はい、球児さんが叶わなかった選手。あ、いっぱいいますね、はい、ピッチャーやっぱりそこですかね。人生観でいうベストナインも含めたら、おー広いな。